後藤輝樹です。後藤輝樹は J リーグをアジアでダントツの、トップリーグにします、という、動画です、というか横浜 F マリノス J リーグ、優勝おめでとうございます。よいしょパッということでおめでとうございます。僕はあの横浜なんでね、もう横浜マリノス時代からね、マリノスファンだったんですけども、応援してるんですけども、もう横浜出身なんでね、おめでとうございます。近年ね結構弱かったんですけど、マリノスなんかいつの間にか見たら、優勝争いしてるってことで良かったです。はい。でちょっとねチラッと見たんですけど、あのね、昔ってさ、外国人枠3人までだった気がするんだけど、いつの間か見たら外国人5、6人いて、もうすげえなと思って、で、昔はね、ほんとね、外国人って言ったら、ブラジル人、アルゼンチン人、韓国人とか、そんな感じだったんですが、近年ね、ほんとね、なんかタイの代表の人とか入ってたりとか、いろんな、外国の人、出身の人が入ってて、でね、スペインリーグで有名な、なんだっけ、ルイコスタさんでしたっけ、なんだっけ、忘れちゃった、有名な選手も入ってきてんじゃんか、神戸とかさ、やっぱね、外国人いた方が、やっぱね、レベル上がんのかなと思いました。なので、僕はね、やっぱこう、いろんなね、国の代表の選手がね、入ってきてほしいんですよ、日本に。ということで、僕は、J リーグをね、日本人最低3人出せばいいっていうルールに変えます。最初はね、外国人6人まで OK、5、6人まで OK にしようと思ったけど、今もうその時点なんで、そういう段階なんで、もっとね、いろんな選手、入ってきてほしいなってなると、まあ、最低3人は、やっぱ日本のリーグなんで、最低3人は絶対に、日本人入れなきゃダメ。あとはもう外国人でもいいですっていう、ルールに変えます、僕は。そして、そうすることによって、日本人がね、やべえ、今までだと、J リーグで就職できるみたいなのあるわけじゃないですか。J リーグに、入ることができる。それが J リーグに入ることができないってなると、海外に行くわけです。韓国の人がね、アメリカとか日本とか来るみたいに、日本だともう就職できないと、J リーグに就職できないと、そうなるともういろんな海外に行くっていうことで、日本人もね、強くなると思うんです。なので、2つあるんです、この利点がね。海外の優秀な選手が日本で活躍できるようになる。それのことによって、J リーグ全体が強くなり、アジアチャンピオンズリーグでも優勝、ダントツ優勝するようになると。今はね、結構ね、負けてるんですよ。そこそこ。日程のね、問題もあるんですけども、結構負けてたりするんで、外国のね、選手に頑張っていただいて、そして、日本人、二つ目、日本人が海外に出て、揉まれて強くなって帰ってくる、日本代表として。そういう利点があるかなと思いました。前まではね、僕はやっぱ日本のリーグなんで、日本人をね、たくさん入れてね、やっていけという考え方だったんですけど、やっぱ外国人いた方が、いろんな国の選手が、優秀な国の選手が入った方がいいかなってちょっと感じました、僕は。はい。でも、まあ最低限ね、まあ日本の国なんでね、日本の国のリーグなんで、最低限3人は入れようと。それ、守んないとダメだよっていう風に、変えます。僕ね、そういうのね、僕のホームページいろいろ書いてあるんですよ。J リーグこうする、ああするみたいな。別に政治家関係ないんだけどね。政治家関係ないんだけど、俺は言葉に出すことで世界が変わると思ってるから、そういったね、俺はこうする、ああするみたいなね、スポーツの欄とかにね、昔のね、俺のホームページ、新しいホームページのサーガーの方じゃなくて、昔のホームページの方でね、僕いろいろね、サッカーこうする、ああするの書いてるんで、サッカーだけじゃないんですけど、相撲とかもいろいろあるんですけど、そういう風に、今思いました。変えます。なので、後藤輝樹は、J リーグを、アジアトップクラスのリーグにし、本当はね、世界最高峰にしたいんですけど、まあ、とりあえず、まずアジアから、にし、最低、日本人選手は最低3人いればいいっていうルールに変えます。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、愛してます。